高松大輝のミスターチャンネル。高松大輝です。今日は新型コロナウイルスの影響で、まあ、今 J リーグが中断してるんで、今日はサッカーの話をスタッフとしていきたいと思います。ちょっと噛んだねこう延期の状態が今続いてますけど、はい、選手の胸中いかがなものでしょうか。やっぱりストレス溜めてる選手はたくさんいると思いますね。キャンプ始まるのが1月、今年早いところでも、ね、10日とかそんぐらいからもう始めてるチームもいるん でキャンプも、ね、スケジュールも組んでやってるのに、そこからまた1ヶ月2ヶ月って長くなってるんで、まあやっぱりストレスは溜まってると思いますね。気持ちの面ではいかがなんですか。いやそれはモチベーション下がるでしょうね。ここのまたその中断期間中になって、またそこの再開の日にちにね、準備しようとしてるのに、また先に延びるっていうのは、まあ、新型コロナのウイルスの影響でしょうがないんですけど、またで準備しないといけないのかっていう、おのおのでやっぱり準備してると思うんで、まあ、その辺のね大変さはたくさんあると思いますけどね。まあ、実戦のこう試合感とか体力とかいうのはその辺か。実戦はね、そのまだ始まっているルヴァンカップも1試合だし、リーグ戦も1試合しかまだしてないんで、まあ、チーム他のチームもそんなに差はないと思うんですけど、まあ、やっぱり実戦感覚を落とさないためにも練習試合等をしてると思うんで、まあ、その中で早く再開してほしいなっていう選手はたくさんいると思いますね。過密スケジュールになるということについてはいかがですか。いやもう過密スケジュールになるのはもう目に見えてるじゃん。多分水曜日の平日の中身に言えると思うんで、まあ、週に2試合ペースでやる可能性があるじゃないですか。まあ、やっぱり個人的には正直俺練習があんまり好きじゃなかったからもう水曜日に試合して、それまた試合に向けた調整をしてくれた方がやりやすかったっていうのもありますね。うん、じゃあ選手としては感覚が狭まっても、うん、こうコンディション整えやすいとか調子に乗れる選手も出てくるっていう、まあ、ポジションによっちゃね、その得点フォワードだったら得点入れたらすぐ試合したいとか乗ってるっていうかね、気持ちの部分も乗ってるんで、でもしゴールができなかった時とかもやっぱりすぐ試合があればまたすぐ結果出せばすぐモチベーションも上がるっていうか考えも変わるんで、僕は本当中2日は厳しいけど、中3日ぐらいのペースだったら本当に試合に向けた調整のしやすさはあるんですけど、試合に絡んでる選手はいいよまだ。でも試合に絡んでない選手とかは本当に練習して、だいたいやっぱりその試合出てる選手向けに、まあ練習を組んだり、練習っていうか、まあなんていうんだろうね、調整をしっかりすると思うんで、まあ出てない選手はね、なかなかモチベーション上がりづらい部分もあるけど、まあ、その今中3日でもし回すんだったら、その選手も絶対チャンスはあるんでね、そこをモチベーション下げずに維持しながらトレーニングアピールしていかないといけないっていうのもありますよね。チームとしてはじゃあ、うん、ノリノリの選手が出てくればかなりこう、うん、いい感じになる。いやいい感じになるけど、やっぱり総力戦になるよね。本当中3日でどれだけのペースでスケジュールを組むか分かんないけど、本当それがずっと続くとやっぱり怪我も増えてくるし、本当にコンディション調整っていうのはすごく大事になってくるんで、その出てない選手と出てる選手の差っていうのは大きくなってくるから、やっぱりそこの底上げとして出てない選手が頑張らないといけないところも絶対出てくるわけだから、やっぱりその総力戦チームとしての今年は出てくるんじゃないかなっていう差が。無観客試合になるかもしれないみたいなこと言われてますけど、プロとしていかがですか。やっぱりそら無観客でやるよりはね、お客さんが入って応援してもらった方がモチベーションも上がるし、無観客はやめてほしいよね。やっぱり特に収入面がね、地方チームは特にそのお客さんが入って収入を得てるわけだから、その辺はねちょっともう少し考えてほしいっていうのはありますけどね。やっぱ選手やった時ってこう観客が多いっていうのはやっぱ力になってたもんね。いやなるよ、そのサポーターの声っていうのがやっぱりきつい時とかね声になるし、まあヤジも聞こえますけどね正直ねそれはね愛のうちじゃないけど、本当にヤジを聞いてもね、それだけ一緒に戦ってんだっていうふうになるしね、やっぱりその辺はサポーターとね一緒に戦ってるっていうのを感じられるから、その一体感もね生まれますし、観客よりは絶対お客さんを入れて試合した方がいいと思いますけどね。あと今シーズン降格なしっていうことが決まりましたけど、俺はね個人的な意見だけど差がつくと思うんですよね、本当に正直。でまともに練習できないチームもたくさんあるし、そのお金の面も含めて大変なチームはね J3、J2、J1 含めてあると思うんですけど、選手はどういうふうに思ってるのかなっていうのがありますよね。
チームとしてはでも今年を1年かけて来年のシーズンに向けてこうチームを作れるっていうメリットもあるのかなと思うんです。いや、メリットもあるけど、チームとして監督の色が出てくると思うんですよね。その育成に入るとか、もう今まで本当だったらチャンスはなかなか出れない選手だけど経験を積ましてあげたいとか、こういう選手にはそうなるとどうなのかなという、やっぱり1試合その試合に向けて選手はみんなベテランも若手も調整準備してるわけだから、その時にその降格もないからちょっとこの選手を試してみようっていう可能性もあるからね。でもまあ降格ないっていうのはね、1年間通してチームをね底上げできるっていうのはメリットあるし、デメリットもあるかなっていうのを感じるね。まあ、再開に向けて5月の再開に向けてチームは動いてると思うんですけど、期待する選手じゃないか。選手、やっぱり選手っていうか、やっぱり今までこんなことなかったじゃんね、こんだけ長い中断期間もなかったし、やっぱりこれをどういう風にモチベーションを落とさず、まあ、戦術をしっかり上げていくとか、まあ、そういう全体的なことを考えると、やっぱり肩さんかな、監督ですね。やっぱり監督の手腕じゃないけど、本当肩さんがどういう風にその中断期間限の、ね、試合に向けて準備をさせていくのか。今季はかなり監督の色の出やすいシーズンになるっていう。いやー、なると思いますけどね。やっぱり選手はね準備すると思うんですけど、やっぱりこんだけ中断期間入っちゃうとなかなかね、まあ、怪我してる選手たちはねそれに向けていいと思うんだけど、今やってる選手たちはやっぱり刺激がないから、まだ、まあ、その辺のモチベーションと、まあ、準備をねしっかりやることが大事かなと思います。まあ正直今スポーツとか、まあそういうのやってる場合じゃないんでね、正直本当にみんなの命を守るっていうのは大事だと思うんで、まずは本当に自粛してください。